先日、日系テレ東大学祭りという YouTube でひたすらダラダラ喋り続けるのを平日に垂れ流すっていう、いやいや、そんなんビジネスマン未来だろっていう、なんかふざけたイベントに参加したんですよ。 あの、要は、平日の昼間から YouTube 見るやつって無職だけだろって、無職と学生だけだろっていうので、なんでこの時間にやったのってすげえ謎だったんですけど、その中で、元女性タレントの森岸田千里さんっていう人と話をするっていうのがあったんですよね。で、その人がその政治家志望で宮城県で出馬したんですけど、まあ、あの、落選しましたっていうので、あの、じゃあ国会議員だって何をしたいんですかっていうのを僕質問して、食料自給率を上げたいみたいな話になったんですよ。 あの、一般的な人が、じゃあ日本の食材とかっていうのがちゃんと消費されて売り上げが上がる方がいいよねっていうのを、ふわっと喋るのは全然いいと思うんですよ。でもその、食料自給率を上げたいって、政治家が言った以上は、じゃあ食料自給率ってどういう数字ですかっていうのを、ちゃんと把握してないんだったらまずいじゃないですか。 で、まあ、その僕らの話が終わった後に、あの別の人がその森下さんと話をしてて、食料受給率ってわからないのが普通だよね、みたいなことを言ってたんですよ。多分優しさで言ったんだと思うんですよね。 で、じゃあ、その人が、そのなんか、綺麗な女性だから、食料自給率なんて知らなくてもいいよねって言ったんだと思うんですけど、例えばじゃあ、50代のおっさんの政治家で、食料自給率を解決したいですって言ってる政治家が、食料自給率の計算方法わかりませんって言ったら、いやいや、それおかしいでしょってなったと思うんですよ。要はその、落選をしたけど、政治家になろうとしてる人なわけで、政治家を目指すのであれば、政治家と同じ知識は必要じゃないですかだって、政治家になる可能性があるんだから。それが、50代のおっさんだったらおかしいでしょってなるけど、 女性で若いから知らなくてもしょうがないよねっていうのって、僕むしろそれ差別だと思うんですよね。例えばじゃあその日本人の中にヒゲオヤジ人っていう人種がいたとしますと。ヒゲオヤジ人っていう人種は頭も悪いし、ブサイクだし、なんか死んだ坂本でもい,いでし、気持ち悪いと。 でも、ひげ親自身は、じゃあその算数分かんなくてもしょうがないよね。だってひげ親自身なんだもんっていうのって、これ別の人種であったら完全な差別なんですよ。多分優しさで言って、それが、その人優しいよねっていうふうに一般的には多分見られたと思うんですけど、僕は、それどう見ても女性差別じゃねっていうふうに思ったんですけど、でもそれが一般的には多分女性差別だというふうに認識されないんだと思うんですよね。 で、その、食料自給率に僕言う人って大体絡むのって、その、まあ理由があって、あの、大体食料自給率って言い出す人ってバカなんですよ。あの、頭がいい人で食料自給率をどうにかしたいって言ってる人って見たことないんですよね。 なので、ただ、その、相手の人がバカなのか、本当に頭が良くて、僕の考えの及ばないところの意見がって言ってるのかどうかっていうのもあるので、食料自給率に関して言う人っていうのがいると、だいたい突っ込むようにしてるんですよ。で、まずその、食料自給率っていうので、あの、ま、もうコメント欄でカロリーベースっていうのが書いてあると思うんですけど、カロリーの食料自給率なのか、金額ベースの食料自給率なのかっていうのがあるんですよね。 要はその小麦粉ってアメリカとかでっかい農地がある国で作った方が安く作れるので、小麦粉なんか作らないでもっと美味しいものを作りますっていうので、日本の農家って野菜を作ってるんですよ。モ物野菜だったりとか。で、あの、お米だったりね。でもその小麦粉って別にアメリカのでよくねっていうので、アメリカから輸入するんですけど、パンを食べるとパンはカロリーが高いです。なのでカロリーベースでいくと、例えばじゃあパンとサラダを食べました。 サラダはその日本の,その国産の野菜でその高級なものを使っているので2000円でした。パンは100円でした。で、その食事は2100円でした。 カロリーベースで計算すると、9割国外なんですよ。いや、穀物であるパンっていうのがカロリーがほとんどで、野菜のカロリーほとんどないので、2100円の食事をしたんですけど、実際なので、お金としては2000円は野菜に行ってて100円はパンなんだけど、カロリーベースで計算すると、その食事は9割は輸入したことになるんですよ。パンを輸入したからね、パンっていう小麦粉っていうのがあるので、そのカロリーベースの食料自給率っていうのを出すと、低くなるんですよ。当然ね。 で、それは別になんか、じゃあ、日本人が全員米を食えば、小麦粉一切、あの、買わないで、そのパスタとかパンとか食わなければ、カロリーベースの食料自給率も上がるんですけど、それ上げる必要あんの 別にパン食いたけ、パン食えばいいじゃん。米食いたい人は米を食う。パン食いたい人はパンを食う。っていう方が選択肢が多くて、一般の人は幸せだと思うんですよね。で、そう、あのコメントで栄養どこ行ったって書いてあるんですけど、カロリーベースの食料自給率って栄養関係ないんですよ。単純に、あの、油と炭水化物の量で決まるんですよ。要はカロリーって油と炭水化物が多いので、ビタミンいくら取ったとしてもカロリー低いんで、なのでその食料自給率高いの方がいいよねって言ってカロリーベースで言ってる人って、基本的に馬鹿だと思ってるんですよね。 で、生産額ベースっていう。要は、例えばじゃあ、そのさっきの2000円のサラダと100円のパンっていうのの生産額ベースでいくと、日本の自給率って7割違うんですよね。67%とか。 なので、実はその金額ベースでいくと、日本のも、その国産のものってみんないっぱい食べてるんですよ。ただ、ワインとかって、その1本100万円とかをレストランで飲むわけじゃないですか。じゃあ高いレストランで飯食いましたっていうと、大体酒代なんですよ。その、あの、寿司ってめちゃめちゃ高いので、鈴木山信二郎って言っても所詮3万円なんですよ。でもフランス料理とかで、じゃあ1人当たり20万円になりましたっていうのって、実はあの、半分以上ワイン代なんですよ。 で、ワインって、じゃあ、美味しいワインどっから買いますかっていうと、海外なんですよ。じゃあ、その、日本の国産ワイン飲めばいいじゃんとかっていう、まずいんですよ、日本の国産ワインって。残念ながら。海外のワインに比べると。っていうのがあって、なので、金額ベースでも、別になんか3割ぐらいは海外から輸入しますよ。だって、海外のもののが美味しいんだもん。その、チーズとかバターとかも海外の方が美味しいですよ、と。あの、ホルスタインって、美味しくないけど、乳量が多いっていうので、日本の場合は96%、99%がホルスタインっていう、あの、白黒のブチのある石の牛乳取ってるんですけど、あれ、残念ながら美味しくなくて、あの、ジャージー 牛っていう風が美味しいんですけど、ジャージー牛って日本だと1%以下と。で、あのフランスだとノルマンディ地方のあの牛が割と作ってるバターとかがボルティのバターとかっていうのが楽天で250ミリで2000円とかで売ってたりするんですけど、っていうのでめっちゃ高いんですけど、じゃあジャージー牛って元々はノルマンディにいた牛をあのイギリスにあるジャージー島っていうところで荒廃させて作った牛なので、そもそもノルマンディの牛って美味しい牛乳出すよね。で、それで作ったバターって美味しいよね。だからいろんな国に輸出されるよねってなってるんですけど、残念ながら だから日本ってホルスタインなのでそんなに美味しくないので輸出できませんよねと。まあこれ置いといて。っていうのがあって、その食料受給率っていうのを、じゃあ生産額ベースっていうのも上げるって意味あんのって話で、じゃあ例えば、ひげおやじさんっていう人が、ひげおやじ米っていうのを作りました。 で、ひげおやじ米っていうのを1トン作りました。その米っていうのが、その油が混じっためっちゃまずい米なんですよ。で、日本人はいやいや、こんなまずいの食えねえよっていうので、じゃあ日本人誰一人食いませんでした。そのひげおやじ米をしょうがねえなって言って、中国人が買って、中国の中の牛とか鶏とかの飯にしました。この場合、カロリーベースの日本の受給率は上がりますか下がりますかはいかいえで、皆さんコメントをどうぞ。 えー、上がる、あ、下がる、上がる。はい。まずい。下がる、上がる。えっ、ー、と、まあ、あの、いろいろ超えたんですけど、正解は、日本の食料自給率は上がります。1トン分のクソまずい米というのを日本で生産して、それを輸出したので、日本で作った膨大なカロリーっていうのが中国に売れることによって、日本国内で膨大なカロリーを作ったということで、食料自給率は上がるんですよ。 でも、日本人はそんな臭まずいもの一口も食ってないんですよ。で、中国人も食わないので、その牛とか豚とかにあげてるんですよ。でもそれは食料自給率を上げるんだったら正解なんですよ。なので、食料自給率を上げることっていうのは、美味しいものを作って美味しいものを食べるではないんですよ。まずくてどうでもいいものをいっぱい作って売るでも上がるんですよ。なので、食料自給率というカロリーベースの数字を上げるということは何の意味もないんですよね。 なので、それだったら、その生産額ベースで、美味しいもので,で、例えば、バナナとかって、日本で作るのめちゃめちゃ大変なんですよ。美味しいバナナってフィリピンから買った方が安いんですよね。美味しいバナナフィリピンから買って食べました。はい、バナナ美味しいです。これ食料熟率下がるんですよ。で、それ、じゃあ、上げて、まずくて高いバナナを日本で作る必要あるのっていう話じゃないですか。なので、その生産額ベースだったとしても、別に、あの、美味しいものは海外から買えばいいし、で、その、じゃあ、海外が米はまずいと。海外の米は。なので、日本は美味しい米を作りますっていうのであれば、 美味しい米を作り続けて日本人だけが食えばいいんですよ。別に外国に売らなくていいんですよ。だって、別に外国の人はそこまで米こだわってないんだもん。一応ヨーロッパでも米作ってて、スペインとかでも日本、ジャポニカ米って作ってるんですけど、やっぱりそんなに美味しくないんですよ。日本米の方が美味しいと日本人は思うんですけど、外国人はそこの差はわからないので、で、それだったらもう日本で作り続けて日本で食えばいいじゃんって話で、別にあの、輸出もしなくていいと思うんですよね。っていうのがあるので、要は食料自給率っていう数字っていうのにこだわる人って、大体バカなんですよ。 ちゃんと物事が分かってて、その食料自給率上げる方がいいよねって言ってる人、僕会ったことないですよね。で、よくあるパターンが、自給自足できる方がいいよね。だから食料自給率上げる方がいいよねってなるんですけど、他の国から食料が買えないような状態であれば、石油もガスも買えないので、そうすると、日本で売ってるそのバターとかチーズとかって95、95%ぐらい北海道産なんですよ。北海道の牛乳をガソリンなしで東京にどうやって運ぶのって話なんですよね。で、そもそものじゃあ野菜とか もハウス栽培とかってそのガソリン使って温めたりして作ってるんですよね。米とかもトラクターとかってガソリンで動いてるんですよ。あの要は石油が入ってこなかったらそもそもの自給自足は日本人不可能なんですよ。本当に自給自足をガソリンなしでやろうとすると江戸時代に戻ればいいんですけど、江戸時代ってえっ、ー、とね7割ぐらいの人間が農民だったんですよ。なので日本人のなんか7割が農民になればあの自給自足を可能かもしれないんですけど、その皆さん農民になりたいですかってなると。 無理なんで、日本はもう先進国で言おうとする限り、自給自足は不可能なんです。以上っていう話なんですけど、これがわからないバカな人が食料自給率上げたいとか言うので、ただ僕よりも頭のいい人がいる可能性があるので、その食料自給率上げたいっていうのはどういう理由なんですかっていうのを聞くようにしてるんですよ。で、毎回、あ、こいつバカだなって確認してるんで、 あの、頭のいい食料自給率を上げた方がいいと言ってる方いらっしゃったら教えてください。以上です。はい。えー、ではその日経テレ東祭であえて森下千里さんがキャスティングされた理由はどう考えますかまた人々に橋本さんと対談するよって、また久々に橋本さんと対談する予定ありますか非常に楽しみにしてます。キャスティングされた理由は僕がキャスティングしたわけじゃわかんないので、あの、平日突然だったので他の人がキャスティングできなかったんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、橋本さんとの話は特にないんですけど、オファーがあればやります。